皆さんこんばんは、大塩でございます。デモンストラやっていきましょう。で、ちょっとね、そういえば忘れてたなっていうのが、これアンバサ女、アンバサ女、これブスだったけど、どう、あ、ブスだな、オッケーオッケー、あのちゃんとブスだったわ。そう、そういえば話してなかったけど、ウルベインをね、あのこうなんか探してた人、うん、よかった、ずっとブスで。アンバサ女ってなんか物くれなかったっけ、ないか、まあいいわ。いや、ちょっとウルベインさんから、そういえばソウルをね、買ってなかったなと思って、ソウルじゃない、奇跡だ、奇跡を買ってなかったなと思って、なんか買えるもんあったかなっていう。ないな、特にねえな。さて、じゃあ前回ね、こちらのニッキリ包丁、まあ、使いたかった武器も手に入れたことですし、まあここからはね、もう、なんだろう、まあ、気が向いたところを順々に攻略していこうかなって感じだね。で、まあ、どこをやろうかなって思ったんだけど、まあ、これ、一応、ストーンファングコードを全クリしちゃってもいいかなっていう。まあ、竜の神、倒すだけだからね、あと。まあ、でもね、まあ、取っといていいかなっていう、そういう、まあ、最後のなんか一番強いやつはちょっと取っといていいかなっていうふうに思うので、今回は、まあ、王城2に行きますか。正規ルートってわけじゃないけど、順当に進んでってるんだったら、まあ、ここ、王城か。がい、なんだろう、順当になんのかね、順路になんのかな。デモンズソウルに順路っていうのもあんまないような気がしなくもないけど、まあとりあえず今回はちょっとこの王城にはクリアしていこうかなっていう。あの塔のラトリアと迷ったんだよね。塔のラトリア、あの 1? まだ1クリアしてないところと迷ったんだけど、まあ別にこれでいいかなっていう。でもう特に欲しいアイテムとかもなんかなかった気がするな。ここもあんまりもう覚えてないんだけどね、正直な話。あ、すげえ。あ、今回馬の死体とかこれ。あ、馬の死体の首とか動くんだ。へえ。人間の死体は動くのは分かってたけど、馬の死体とかも動くんだ。うわ、すごい。馬ピューしてる、馬ピューしてる。馬ピューしてる。すげえ。あ、初めて気づいたわ。へえ。うわ、やっぱ凝ってんな。こういう細かいところ凝ってんのすごくいいな。はまった。試し切りしていい？強っ。強っ。ファラン、コファランクスい。あー、コファランクス一撃で褒めれるか。いいね。強い強い強い。まあ、肉切り包丁自体がね、結構強い武器だからね。なんてだってね、補正。あ、やべえ。やべ、ちまって。やべやべ、待て。これ、どうやって見た？あ、これ？あれ？あ、これか。なんてだって、金技補正 SS で進行 A だからね。めちゃめちゃ補正値高えよ。ただね、あれなんだよね、強化できないんだよね、この武器。この武器強化できないから、捨て振りをしっかりしないと強く扱えないっていうね。ちょっとまあ、そういった意味では、レベルがあんまりまだ上がりきってない、この段階だと、ポテンシャルを発揮しきれてない感はあるけど、そこら辺がちょっとね、痛いところでね。あ、やべ、間違えたわ。ごめん。馬に追い打ちしてしまった。真正面から叩き切れるのがいいわ。真正面から。ファランクスを。ファランクス真正面から叩き切れるんだったら、あ、オストラバさん。この通路の先に兵士たちを排除してくれないか。オッケー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 。あのね、ここは開かないので、まあ後々ね、向こう側からちょっと回り道していく感じになりますが、じゃあ後で助けに行きますか。あ、でもちょっと待てよ、どうしよう。そういえばね、王城1で探索してない場所が、あ、やばいやばい、あー、クラッチだよ、クソ。王城1で探索してない場所実はまだあるんだけど、そこどうしようかな。まあいっか、別に。一応結構強い盾が手に入ったりする場所があるんだけど、まあそこはまだいいだろう。さて、じゃあここからが飛竜の道ですよ。飛竜の道、王の道とかって書いてあったけど、飛竜の道です。ここはここからドラゴンが火で炙ってくる。ほら見て、ほら黒焦げの死体が大量にあるでしょ。ここからね、飛竜がいっぱい来るっていうね。飛竜、いや、いっぱいは来ないけど。早っ。あれ、こんな早かったっけ。はい、こんな感じです。あ、やべえ、満月を食ってる。まあいいわ。これがスパイクシールド、違うよ、ウィングスピアか。あっぶねえ。こんな早かったっけ。もうちょっとゆっくりだった気がするけど。あ、でもね、あれですよ、今回の俺の装備舐めてもらっちゃ困りますよ。再生者の指輪、再生者の指輪に、そして審判者の盾、さらにこのニッキリ包丁。さっき説明してなかったけど、敵を倒すと体力が回復する。敵を倒すだけ、攻撃するとだけ、どちらか忘れたけど、回復するんですよ、こうやって自動的に。これよ、こんな綺麗なアンバサ戦士見たことあります。これ今気づいたけど、これめっちゃアンバサや。
これ特に意識してたわけじゃないけど、あ、木の触媒だ、これで魔法使えるわ。特に意識してたわけじゃないけれど、めちゃめちゃリジェネ使いまくってるアンバサ戦士出来上がってるやんこれ。審判者の盾背負ってニッキリ包丁でしかも再生産の指輪もつけてるでしょ。めちゃめちゃアンバサやん。あ、ちなみにね、これこのドラゴン、このドラゴンね、一応倒すことはできるんだけど、弓矢があったりだとか、あとこの木の触媒で魔法放ったりとかすれば確か倒せるはずなんだけど、倒すと結構特殊なソウル落とすんだけど、まあ今回はいいかな別に。うん、なかなかね大量の弓矢が必要だった気がする。ちょっとドラゴンもゆっくり見たいんだけどね。なんか結構ねえげつない数の弓矢が必要だったはず。でちょっとオストラバさん助けに行きますか。でちょっとここも注意しなきゃいけないのが、なんか狭いからね詰め寄られるんだよね結構。でオストラバさん確かこの先にいるんだよな。ここあれここだ、あ、いる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 、そうここで出待ちしてるバカがいるから、これで、いやーちょっとこの肉切り包丁いいな本当。え、だから体力もう回復してるじゃん俺。何がいいってさ、ほらまずスパーマがついてるっていうのと、あとこのね細かいダメージが全く気にならないこれ。これまあこれは肉切り包丁というか、まあリジェネ装備のなせる技なんだけど、ほら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 、どうしたよお前ら、こんなさチンケなねダメージ、ゆっくりしてればすぐ回復するから、強えアンバサ。あ、傷に耐えるものの指輪だ。これはもうパッチからもらってるよね俺。これ出血耐性、あ、そうだね、あ、持ってるわ。これは出血耐性が上がる指輪だね。これ言ったっけ前。まあいいわ。そう、パッチからもらわなくてもここで手に入るんですよ。で、オストラバさんこれでもう大丈夫だったかな。え？え？青目先生の鎧やん。おお、青目先生の鎧やんけ。へえ、あ、これ予約特典とかじゃなかったんだ。あれ、青目先生の鎧って予約特典じゃなかったっけ。この北騎士の鎧違ったっけ。まあ重いよなそりゃ、それは重てえわこれ。いくつよ重量。 10.5、 めっちゃ重てえじゃん。めちゃめちゃ重てえんだけど。いいわボロ布でも。そっか、青目先生の鎧手に入んのか。てかフリューテッド意識取りに行ってもいいな。オッケー。あ、そういえばルーンシールドちょっと見せて。あ、ああ、え、え、え、あれ、え、は、暗月草、え、お前そんな、え、こんなえぐい草くれたっけ、体力完全回復の。え、オストラバさんこんなのくれたっけ。こんなえぐい草くれるとは。ありがとうオストラバさん、ごめんね、初めて会った時に叩き落としちゃって。うん、でもしょうがない、あ、しょうがないあれは。うん、だって俺勝てないもん俺あんたに頑張ってもらわないと勝てねえんだよ。で、この先確か犬がラッシュかけてくるんだよな。ただね、これもね問題ない、確か多分問題ない、なぜならスパーマついてるからね。ほらね、いい位置がちげえんだよてめえのそのチンゲな剣道よ。おお、ここから谷底が見れるんだよね。ロバートーって、あー、ロバートー、危なかった。もうこれすぐ回復するから、これもう回復します。もうこれも回復します。これほら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 、もう草をはむ必要もない。来てる来てる来てる、オッケー。やっぱ犬ちょっと弱くなってる気がするな、なんか。うわ、えぐ、デザインえぐ、血まみれじゃんワンちゃん。うわ、こんな凶悪な牙してたの。これバイオハザードに出てきても遜色ないぞ。なんかさ、あれなんか変なのついてるしね。なんかほら、顎の部分になんか刃ついてるよこれ。なるほどね、もう、あ、こういう武器を備えてるんですか。なるほどね。これってこの先行ったらもうなんか飛竜全スルーできたっけ。確か上ルートと下ルートがあった気がする。あ、オッケー、あ、いた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 、こいつ間違って攻撃しないように。これ商人です。よー、久しぶり。で、この商人、まあ、王城1にいたやつと一緒なんだけど、一緒だよね、多分。この王城2で出会うと、ちょっといいものが、まあ、まずこれだね、半月草を売ってくれるのと、これよ、クレイモア。超かっこよくなってんじゃん。え、めちゃめちゃかっこいいんだけど、クレイモア。
え、何この凝った装飾。うわ、ダークソウルのクレイマーとはまた全然違うし、初代デモンズとも全然違うじゃん。めちゃめちゃ綺麗やん。うわ、かっこいい。でも高いんだよな、2000なんだよな。これ6000するんだよな、これ。あー、ブロソじゃん。ブロソでかっ。ブロソでかっ。だって、ロンソこれやで。ロンソ。ブロソでかっ。へー、なんか、すごい、なんかさ、面白い、ほんとに。そう、なんだろう、ダークソウルのさ、デザインとはまた違った形をしてるじゃん、武器とか防具が。すげえ面白い。いやー、いいね。これ、デモンズソウルでもこんなんじゃなかったからね。まあ、思い出話はいいや。とりあえず、じゃあ、光月層を3個くらい買って、あとは、まあ、半月層かな。半月層変えるだけ。いやー、クレイモはちょっと、買っておきたかった感はあるけど、まあ、いいわ。あの、また敵からドロップする可能性もあるからね、クレイモアは。うん、かなり低確率だけど。確か、赤目先生とかからドロップしたはず。で、ここ登ると、確かヒールを回避した状態で先に進めるっていう状態だったはず。確かね、確か。あ、そうだ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 、やっぱり。なんたら、この先のアイテムとかはもう何も覚えてないね。おい。ほら、本来だったら、あ、ショート棒手に入った。あ、弓手に入ったな。いや、でも、矢が足りない。全部預けちゃった。これ、本来だったら、あそこを渡ってこないといけないんだけど、下をくぐってきたおかげで大丈夫っていう。まあ、上にあるアイテムが取れないから、もう一回ちょっと行くけどね。ほら、ここで待ち構えてるやつもいるんだよ。おバクスタバクスタかっけえバクスタかっこいい。なにこれ、今の。超かっこいいじゃん、バクスタ。え、真っ二つにしてたぞ。いや、ちょっともう一回見せて、もう一回見せて。馬ピューさせて、馬ピュー。馬ピューしようぜ、馬ピュー。ほらほら、馬ピュー。うわ、つまんな。つまんねえ、何あいつ。空気読まねえな。つまんねえことしたな、あいつ。あ、そっか、火はここの、あれか、馬車のとこまでしか来ねえのか。危ない、危ない、危ない。で、確かね、スパイクシールドが、これがスパイクシールドじゃねえな。どれだっけかな。あー、絶対これ。待って、これ絶対食らう。さて、よし。さすがに、これは回復した方がいい。さすがに。これは侮っちゃいけない。スパイクシールドどれだっけ。あ、これだ。いてー。大丈夫大丈夫。オッケー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 。ちょっと待って。で、この馬車のところが目印だから、ここまで走っちゃえばオッケー。よし。ふう。いやー、危ねえ危ねえ。じゃあまた下からくぐって戻りますか。あ、ああ、びっくりした。びっくり。脅かすじゃねえよ、お前。危ねえ、叩っ切るところだった、今、オストラバさん。お前、びっくりした、ほんと。どっから出てきてんだよ。止まっててくれよ、頼むから。これ、スパイクシールド。これでね、一応、攻撃がほら。あ、だから危ねえっつの、オストラバさん、お前。この盾、パリーができない代わりに、こうやってね、盾で殴ることでね、敵を攻撃することができるんですよ。で、これがね、実を言うと、使徒属性なので、一応、行動で使えなくもないっていう。使徒に弱い、敵が多い、なんだっけ、ストーンファング行動の甲府たちに、一応、ダメージが当たらなくもないよっていう、そういう武器です。はい、武器ってか、防具です。はい。まあ、ダークソウルでいうところのジークマイヤーさんのピアスシールドだね。あんな感じですわ。まあ、つまり、あんま使わないっていうことです。はい。あんまり使わないということです。さてと、ここから、またラッシュ。ラッシュかける。そう。また、いっぱい出てくるから。あれ違ったっけ。儚い瞳の石取って。確かまだいたはず。来るか。行って。あー、やっぱり来た。くそ。あと一歩だったのか。半月層。さすがに この体力はやばい。よし、オッケー。青目先生来た。危ねえ、危ねえ、危ねえ。さすがに王女2の、あ、言えよ。王女2の青目先生はさすがにやばいだろうって言おうとしたけどよ。おら、まっぷたつ、馬ぴょい。馬ぴょいしてやったぜ。あれ欲しかったな。北騎士の盾。威風堂々としてるね。残念ながらな。もうパリの時代じゃねえ、ごめん。もうパリの時代じゃねえんだ。あ、その鎧叩き割ってやるよ、お前。おら北騎士の盾よこせ。ダメか。
まあ、攻撃数は嬉しいわ。で、開いてないよね、さすがに。ここ、鍵かかってる扉があるんですよ、ほら。やっぱ開いてないか。ここら辺は、リメイク前と同じと見ていいのかな。この先にね、結構、重要でもないか。NPC が一人いるんですけど。お、やるやん。やるやん。やるやん、お前。硬いやん。まあ、NPC がいて、まあ、そいつ助けるとちょっと面白いことが起きるんだけど、面白いことっていうかね、まあ、俺が好きなイベントが起きるって感じかな。俺が好きなイベントが。うん。今回起こす気ないけど。いやー、本当にこ、いや、このバクスタがマジで好きすぎる。いや、肉切り包丁、いい武器だな、やっぱ。やっぱ面白い武器だな。しかもさ、今、この現段階だと、そんなに強くな、強すぎるってわけじゃないっていうのがいいよね。この段階だと。いや、強いんだけどさ、多分、この火力、王城さんとかまで行っちゃうと通用しなくなってくると思う。うん。この火力は。それまでにきっちりとね、捨て振り整えておかないと、多分ね、ポテンシャルをマジで発揮できないから。さてと、じゃあ、言いましょうか。ボス戦。ここ超楽しみ、俺。ここ。すげえ楽しみなんだけど。あ、そうだ。言い忘れてたんだけど、こいつ、どれにしようかな。あ、満月を外しとくか。この武器ね、実を言うとエンチャントできるんですよ。エンチャント、実は。この武器、魔法攻撃力一応乗ってるんだけど、乗ってるよね。あ、乗ってるね。この武器、魔法攻撃力一応乗ってるんだけど、なんとエンチャントができるっていう、ちょっと素敵なものがあるんですよね。結構ダークソウルとかだったりすると、属性が入ってる武器とかってエンチャントできないみたいなことが結構あったりするけど、このニッキリ墓地はエンチャントができると。だから強いんだよね。そう。だから強いのよ。確か光の武器とかと合わせたりするとめちゃめちゃなんか火力伸びるんだよね。なんかエンチャントの魔法とか奇跡だったか忘れたけど。まあじゃあとりあえず今回はこの雨出してる松屋に使ってちょっと火力を上げてここのボスやっていこうかなと。さあ行こうか。どんな感じですか？塔の騎士。はーい。かっけー。うわ、鎧の装飾めちゃめちゃ凝ってるじゃん。ね、いや、そんな金の装飾なんかついてたの？あ、いいね、いいね。なんか兵士たちの動きも滑らかだからすごいいい。かっこいい、登録士。あ、いや、その攻撃やっぱしてくるんだ。うひょー、かっこいい。だが、所詮はね、騎士の真似事。薄汚いデーモンたちのね、騎士の真似事に過ぎない。あ、撃ってくる、撃ってくる。ソウルの槍、ソウルの槍か知らないけど。撃ってくる、撃ってくる、撃ってくる。ちゃんと撃ってくるぞ。ちなみにここのボスなんだけど、さっきのムービーでもあったようにこんな感じで、いやいや、それいらないです。そのムービーでもあったようにこんな感じで上にね、狙撃手がいっぱいいるので、こいつらを倒してから本番ですね。あ、当たっちゃったわ。あ、それ BGM 全然違う。え、なんかちょっとなんかダークな感じになってない？うわ、かっこいい。すごい綺麗になってる。あれ、あのソウルの槍でもね、あのソウルの槍ね、めちゃめちゃ弱いんだよね、確か威力が。そして塔の騎士、結構魔法がちょっと弱かった気がする。こいつなんか魔法攻撃力があんまなくて、まあ何発も食らってると死ぬけど、いや、それはどの攻撃でも言えるけど、あんま当たっても痛くなかった気がする。え、落ちちゃった。あー、やべえ、落としちゃった。今、いやいや、後で仕留めておこう。連携が取れてねえぞ、兵士ども。お前一人がやられ、お前向こう側で何見てたんだよ、お前ら。向こう岸で何が起きてたかって。何を見てたんだ、お前ら。で、帽子いたっけ。あっち、ほらね、ほら、あんま痛くないでしょ。あんま痛くないんですよ。いや、でもなんか思ってるくらってるな、思ってるくらってるな。まあ、さすがにボス戦だし、舐めたことはしないでいこう。じゃあ、こっから本番っすよ。さあ、行こうか。エンちゃんと松屋に、黄金松屋に行って言いそうになった。まあ、黄金松屋にばっかり塗ってたから、ね、さあ行こうか。塔の騎士よ。こいつは足、あ、燃える燃える燃える。この足を切ると、あ、もう壊れてんじゃん。そう、こうやってね、足を壊すんですよ。足を壊すと倒れるから、まずい。うわ、やっぱり当たるか。そうやね、こいつ判定結構えぐいから、いやいやいや、ちゃんと切ってくぞ、俺は。痛えぞ。いやー、いいね。
いやこのさ、塔の騎士のこの迫りくる感覚がほんとたまらん、これわかる、これほらこのほらこんなでかい騎士がさ、こうやってガン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 さ迫ってくるんだよ、これたまんねえんだけど、これほんとやっぱりたまんねえ、ほんと塔の騎士好きだわ。あー痛えわ、全然ダメよこれ。まあこいつあれだよね、距離離れてると縦地区ばっかしてくるって、ちょっと結構外役の戦法ばっかしてくる。な、ちょっと待って、ちょっと待って、真面目にやるわ、真面目にやるわ、ごめん、ちょっと遊びすぎた。足もうちょっと壊さなきゃダメだっけ。あー痛い、衝撃波本当に熱いんだよね、判定が。あーこれ肉切り包丁だとちょっと当たんない、肉切り包丁だと当たんないか、これ倒れる、倒れた、よっしゃ、そう倒れるんだよ。でこいつ弱点が頭だから、あと頭を切り続けるだけ。あれお前こんな弱かったっけ。おいおい、アルフレッドのまがいもの、塔の騎士アルフレッドのまがいもの、お前な、えは、お前ワンパン666出てたぞお前、悪魔の数字。まあ、あのてかさ、足だけで体力半分以上削れてたんだよな、強っ、にっきり包丁。いやまあエンチャントしてたとはいえよあれあれ、うん、鉄のデモンズソウル、うん、終わっちゃった。あーそうか、この先行けねえんだ、まだこの先王城さんなんだけど、いろんなノームがあなたを拒んでいる、巨大なソウルを持つのしかこの先に至ることはできない。これはね、あの各マップの、まあ、どこでもいいんだけど、あの3ステージ3にいる、まあ、いわゆるデーモンの長と呼ばれるやつらを倒すと進める。まあ要はあれだね、まあ俺の場合だと多分これからストーンファング報道で竜の神倒せば、うん、竜の神を倒せば多分開くはず。ただちょっと竜の神今挑みたくないな。あ、おーカボちゃん、カボちゃんじゃねえ、カボタン、そうこうやって待っててくれるのよ、カボタン、かわいすぎる。あ待って、ごめん、なんか俺今ナチュラルにちょっとレベル上げしようとしたけど、ちょっと待った、これちょっと待って、ハウタータン、アンバサー、アンバサー、何にも買えねえ、何にも買えねえな。あ、オストラバさん、お前危なかったぞ今日。王も騎士も人々も素朴で、ま、素朴？結構なんかかっこよくなっちゃってるけど、みんな騎士なんか結構おしゃれになってません？南の多く進んだ国で、学びました。未だ亡霊大学より魅力的な国を知りません。すげえナショナリストだな。なんだってこんなことに。父がこれを望んだらどうしても思えないのです。そう、この人ね、ボーレタリア王子なんだよね。でこの人のお父さんが、まあ、一応ボーレタリアの王様なんだけど、まあここでちょっとそれがね分かるっていう。あ、来た、デモンブランドとソウルブランドちゃんとあるんだやっぱり。まあそれあるわな、人の存在を断つ2つの剣です。人の英雄は古き王ドラン。ああドランもいるんだ、あの変な声の人、変な声って言ったら悪いけど、そうなんか永遠に生きてるっていうね、まあやつがいるんですけど、まあこいつとは合うかな、合うかなこいつとは変な声の王じゃあ今日は最後にちょっとレベル上げしますか、筋力ぶっぱで。とりあえず片手で触れるようにはしておきたい、一応どんな武器も。まあもう1レベルぐらいしか上がんないね。まあいいよ、ちょうどいいでしょ。どうしよっかな、草はまあ割と余裕があるっちゃあるし、しかもこれなんだよね、このアンバサー構成だから回復アイテム結構困んなそうなんだよな。うん、パッチいいかな、とりあえず満月層いただこうかと思ったけど、ちょっと拍子抜けしちゃったから、少し探索行っていい？ここ一番最初に来た時はスルーしちゃったんだけど、まああんまりね最初の方に来ても意味ないからね。この先にね一応いい盾があるんですよ、使うかどうか本当に分かんないけどね。え？起きてる。そう、ここ竜が2体いるんですよ。あのこれドラゴンロードでいろいろ焼き尽くしてたやつら。なんか起きてる。ちょっと待って。
本当だったらあいつ寝てたはずなんだけどな、2匹とも。あれあんな起きてたっけ。ちょっと沿岸橋でチラ見していいですか。ちょっと覗き。あ、いいっすね。あ、いい体してますね。めちゃめちゃかっこいい。で、あっちがもう一匹の竜だね。で、さっきからなんかいろいろ道焼いたりしてたのはあっちの赤い方や。あの青いやつはまた後でって感じかな。さてと、どうなるかな。あー、そうなるか。感覚覚えてないな。こいつ火を吐く感覚みたいなのがあるんだけど、その隙を塗ってアイテムを取りに行くっていう感じなんだけど。あっぶね。そうで、これで取る。満月を5個。そう、あの一応来るとこういう風にいいものが手に入ります。あ、あったあった、出た、支援の盾来た、支援の盾。あっぶね。ちょっと待って、あのさ、今ですらこんだけのダメージ食ってんだよ、これ。今ですらこんだけのダメージ食らってんのよ。一番最初のさ、序盤に来たらさ、どうなるかわかるでしょ、これ。これね、ほんとひどいわ。ふう。残りのアイテムどうしよっかな、向こう側にあるやつ。あれ、確かね、吐かない人、あれ、こんなとこまで届いたっけ。で、この尻尾あるじゃん。この尻尾に当たるとダメージ食らいます。ほら、ほら、尻尾振り回してきたでしょ。そう、ダメージ食らうのよ。ここは当たらないよね、確か。ここはアンチだったはず。やべえ。と、いや、また今度にしようかな、あのアイテムは。うん、ちょっと、あ、また今度にしよう。あのアイテムはね、確か、ちょっといいソウルと回復剤とかだったから、あんまり必要ない。あんまり必要ない。ちょっと、今は危ねえわ。まあ、欲しかったのはこれだね、支援の盾。あー、重たいか。デザイン変わんないな、ちょっと形が変わってるけど。この支援の盾が、まあ、炎耐性がめちゃめちゃ上がる盾だったよね、確か。いや、炎カット率が高いんだっけ。あ、そう、炎カット率 90% なんだよね、これ。炎カット率。審判者の盾とか 10% しかねえのに、これ。そう、支援の盾ね、これで。そう、炎カット率 90% だから、まあ、だから、これを使って、炎に潜むものとかの炎ダメージを軽減しながら進んだりするっていうのが一応できなくはないんだけど、まあ、そんなことしなくても倒しちゃいましたね。はい。だって、重くて持てねえ。支援の盾。分かっちゃいたけど、やっぱモテねえわ。ま、というわけで、まあ、今回はここまでにいたしますかね。まあ、当の騎士もね、無事なんかあっさり倒しちゃって、なんか張り合いがなかったじゃなかったけど。まあでもね、やっぱりいいっすね。本当に肉切り包丁。実戦で使いましたけれども、めちゃめちゃ強いわ。ただ、やっぱりね、まあ何度も言うけれども、ちょっとレベリングとかをしっかりしていかないと、本当にポテンシャルが発揮できないので、こっからがちょっと難しい。うん、いつまで、あ、強え強えって言ってられるかっていうのが問題。うん。多分終盤エリアになる頃には、まあ、ちょっと火力不足を感じる可能性がなくもない。うん。まあ、それはいいや。じゃあ、とりあえず今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。